ニュースをお伝えします。偉大なキム・イルソン主席の生誕日4月15日の誕生節に際して敬愛する最高指導者金正恩元帥の不朽の著作戦軍の旗をさらに高く掲げ最後の勝利を目指して力強く戦おうがシリアのグローバル出版社から出版され出版記念会がありました。各国と地域の報道機関が敬愛する最高指導者金正恩元帥の革命活動を報じました。ロシアのタス通信とリアノーボスチ通信、新聞コムソモリスカヤプラウダ、ズベーズダテレビ、モスクワの小玉放送、インターネットメディアのガゼータトーツカル、ラオス通信、日本の共同、時事、東京新聞、朝日、NHK、その他ベトナム、モンゴル、インド、バングラデシュ、シンガポール、ベネズエラなどのマスコミは、英雄的朝鮮人民軍創建85周年記念、朝鮮人民軍文書合同打撃デモンストレーションを見たことを報じました。同じ内容はドイツ判定フォーラムのホームページ現地指導のニュースとナイジェリアキム・イルソン・キム・ジョン主義研究全国委員会コンゴ民主共和国土思想研究全国委員会のホームページにも載りました。ドイツ判定フォーラムのホームページ現地指導のニュースにはまた朝鮮人民軍航空及び対空軍4月22日、ペチョン養豚工場の現地指導が載り、ネパールの新聞アルパンと、土思想戦軍政治研究ネパール記者協会、ネパール朝鮮友好協会のホームページには、同じ内容と、金正恩元帥の臨席のもと、偉大な金正恩主席の生誕105周年記念閲兵式及び、平壌市民パレードが盛大に行われたことが載りました。マスコミ各社は金正恩元帥の写真を共に載せています。各国の人たちが国の繁栄と人民の幸せ世界の自主化偉業のために生涯を尽くした偉大な金正恩主席を熱く称えています。太陽節記念ハンガリー準備委員会委員長バングラデシュ戦軍政治研究会会長ルーマニア新社会主義党最高理事会の委員長の土思想研究ルーマニア全国委員会委員長など各国の名士は太陽節記念の多彩な政治文化の催しで世紀を継いで万人に深く敬慕される金日成主席はまたといない偉人で大聖人だ。自主の時代を切り開き勝利のうち前進させた金日成主席は世界の人たちの心の中に主者の太陽の姿で永遠に生き続ける。こう述べ主席の尊い革命的生涯を称えました。ここ数年間平壌の姿がすっかり変わりました。マンスデ地区のニュータウンチャンジョン通りが起工からわずか1年間で建てられてこの一円がすっかり移り変わりました。やはりニュータウンの運河科学者通りもわずか7ヶ月間で完工しました。ウィソン科学者住宅地区の建設は運河科学者通りに比べ膨大な工事でしたが1年足らずの短期間で終わりました。ミレ科学者通りはチャンジョン通りより2倍近くの急ピッチで建てられました。次いでリョミョン通りがわずか1年間で完工しクムシサン太陽宮殿とリョンナム山地区がすっかり姿を一新しました。一方平壌市では昨年テドン川のほとりの2000メートル区間のプロムナード工事と数万平方メートルのポトン川堤防道路の舗装工事など数十の国土建設と環境保全のプロジェクトが進められました。近年共和国で苗木の生産が増えています。苗木の生産の科学化と工業化集約化がハイレベルで進められ大衆を挙げての運動による育苗での成果が目立っています。多くの市と郡の育苗場で毎年平均数百万本最高1000万本の苗木が生産され国全般で1年間の苗木の産量は以前の6割増を記録しました。朝鮮民主主義人民共和国国家保衛省スポークスマンの声明は朝鮮の軍隊と人民をして天人ともに激怒する罪を犯した敵対勢力を根絶やしにする敵撃滅の意思を固めさせています。国家科学院の研究者ハン・チョルフンさんは共和国の最高首脳部を狙った爆弾テロを防御した挙句
放射性物質やナノ型の有毒性物質のような生化学物質による国家テロの陰謀まで巡らした敵対勢力に対する怒りに燃えている。想像を絶する残酷な手口まで考え出したアメリカと南朝鮮傀儡集団を地球上からきれいに一掃するだろうと述べました。朝鮮人民軍将校のキム・ヨンギュさんは、世界で一番卑劣で邪悪な特大のテロ集団であるアメリカと南朝鮮傀儡集団の情報謀略機関を跡形もなく叩きつけるだろうと述べました。朝鮮人民内務軍将校のリ・チョルグクさんは、儚い夢を見て無謀に振る舞う犯罪者たちを絶対許さないと述べました。キム・ジョンスク平壌製紙工場の労働者キム・ジョンヒョンさんは、敵対勢力の挑戦をことごとく粉砕し、マンデマを狩る勢いで突き進む共和国の行く手を阻もうとあがいた挙句、無謀の極みに達したアメリカと南朝鮮傀儡集団を地球上から永遠に一掃しなければならないと述べました。2日から7日まで、キミルソン総合大学の体育館で、2017年の春の障害者及びファンの卓球競技が行われました。競技は、障害者とファン、年齢別のファン、ファンのダブルスに分かれて行われ、障害者とファン、外国人が出場しました。朝鮮障害者保護連盟の人と、卓球のファン、平壌市民、青年学生と、タパン・ミシュラ中朝国連常駐コーディネーター兼国連開発計画常駐代表、各国の大使館員、訪朝した国連人権理事会参加、障害者権利担当特別報告者のカタリナ・デバンダス・アギラルさん一行など、訪朝客と海外朝鮮人が協議を観戦しました。好成績を取った障害者とファンにトロフィーとメダル、賞状が授けられました。6日、朝鮮民主主義人民共和国の関係機関で、平壌科学技術大学の運営関係で滞在していたアメリカ公民のキム・ハクソンを、共和国の法によって共和国敵対行為の疑いで抑留しました。今、容疑者に対する具体的な調査中です。南朝鮮の低身体問題対策協議会という団体が3日、教団女性家族省の旧日本軍慰安婦被害者問題に関する報告書の発刊に抗議し、性奴隷問題合意の即時無効化を主張しました。1日から3日までの間に、各国の報道機関が朝鮮民主主義人民共和国外務省スポークスマンの談話の内容を報じました。談話は、アメリカの狂気じみた核戦争策動を強力な自衛の核抑止力で粉砕し、朝鮮半島と世界の平和と安定を固く守ろうとの朝鮮の軍隊と人民の揺るぎない意思を示したもので、報じたのはロシア、ネパール、インド、ベネズエラ、日本、エジプト、フランス、イギリスの新聞、通信、放送、そしてインターネットメディアです。以上をもちまして、この時間のニュースを終わります。アナウンス担当はチェ・ジョンギル・カンソニでした。こちらは朝鮮の声放送です。人民を一番大事にしたので、偉大なキム・イルソン主席は一生涯を人民のために尽くしました。それで世界の進歩的な人々はキム・イルソン主席を人民の優しい父と呼んでいます。働くロシア運動のメンバーで、ロシア作家同盟専属作家であるナタリア・ベロコピトーバさんは、いくら歳月が経ってもキム・イルソン主席にまみえた時のことがまざまざとまぶたに浮かんでくるとし、こう語りました。Я была в Корее в 1992 году на 80-летие президента Ким Ир Сена。私は1992年、キム・イルソン主席の生誕80周年記念行事に参加するため訪朝しました。その時、代表団一行はキム・イルソン主席にまみえたのですが、団長は主席と話も交わしました。朝鮮人民もさることながら、私もその時、キム・イルソン主席は人民のために尽くす信頼できる方だと感じました。
金日成主席はまさに人民を一番大事にした方でした。朝鮮との友好協会アレハンドロ・カオデ・ベノス会長はこう語りました。金日成主席は朝鮮人民の偉大な指導者であるばかりか、世界の人皆が見習うべき鏡です。主席は日本帝国主義の支配から朝鮮を解放し、世界の歴史にない朝鮮式の優れた社会主義を建設しました。主席が人民に幸せを与え、社会主義の楽土を立てるため全てを尽くしたので、今の喜びがあるのです。世界の声でした。歌勝利の5月をご紹介します。勝利の5月は吉江36年1947年に出ました。朴正煕作詞、人民芸術家称号受賞者のリン・ウーさん作曲です。20世紀の前半、偉大な金日成主席が抗日武装闘争を展開し国を解放したので、日本帝国主義に国を奪われ苦しんでいた朝鮮の労働者の悲劇的な運命に終止符が打たれました。国の永遠の主人となった朝鮮の労働者、この世紀の出来事を反映して出たのが歌勝利の5月です。歌は金日成主席の正しい導きのもと、解放後朝鮮で初めての人民経済計画を達成するために奮闘している労働者の燃える革命的熱意と戦闘的気概を歌い上げています。そしてあらゆる搾取と抑圧から解放された労働者の誇らしい姿と創造的情熱、不罰の力を表しています。この歌には主席による人民的な労働法令の下で高い生産の成果を上げ、先頭に立って不況な自主独立国家の建設に励む労働者の革命的気概、団結した力で人民経済計画を達成しようとの力強い呼びかけが込められています。メロディーも迫力があり、アピール性に富んでいます。歌は解放なった国の主人となった誇りを胸に、あらゆる困難を乗り越え栄える新しい朝鮮を建設した労働者の創造の歴史を感銘深く見せる名曲となっています。歌勝利の5月をご紹介しました。